全てはうっかりから始まった？私たちの生活を支える15の発明。人生にアクシデントはつきもの。でも怪我の巧妙なんてことわざもあるように、うっかり物事がいい方向に運ぶことだってあるんです。電子レンジにアイスクリームのコーン。私たちの生活を支えるうっかりが生み出した素晴らしい発明品をご紹介しましょう。準備ができたら親指でグッドマークを押して。では行きますよ。1、マッチ。1800年代初頭、イギリスの薬剤師であったジョン・ウォーカーという人は、木のヘラを使って薬品を調合するという作業を業務にしていました。ある日のこと、彼は使用したヘラに謎の物質がこびりついていることに気づきます。彼がその物質を落とそうとこすってみると、そこでなんと火がついたんです。こうして電気のない時代に住む彼は、人々の生活をより快適にする発見をしました。当初は厚紙製のものを製作販売していましたが、やがて着火用のサンドペーパーのついた10センチほどの木の棒の形のものを考案します。ウォーカーは無欲にもこの発明の特許を取ろうとはしませんでした。この方が人類のためになると考えたのです。マッチはすぐに世界中で使用されるようになり、現在でも便利な道具の一つとなっています。2、テフロン。アメリカの科学者ロイ・ジェ・プランケットは、ドゥポン社の冷蔵庫に使用されている有害な冷媒フレオンにとって代わる安全な方法を研究している真っ最中でした。失敗に次ぐ失敗を繰り返していた彼は、またしても実験に失敗。その時の実験では、作り上げたガスの混合物が一晩で消えてしまいました。容器に白いワックス状の物質を残して。でもこの不思議な物質には様々な特性があるということに気づきます。非反応性を持ち、物がくっつかず、マイナス73度から260度という温度変化にも耐えたのです。1941年、デュポン社は今日我々がテフロンと呼ぶこの発明の特許を取得することになります。3、ポテトチップス。ニューヨークのシェフジョン・クライムは客の文句にうんざりしていました。それは、お前の作るフライドポテトにはカリカリさが足りていないというもの。クライムさん、ちょっと怒っちゃいます。客への当てつけのため、彼はこれでもかという薄さにジャガイモを切り、高温の油でカリッカリにして、それに塩を振って出したんです。これでどうだ、文句あるかってクライムさん思っていたのかもしれません。ところが、これがお客に大好評。1853年以来、ポテトチップスはあらゆる変貌を遂げました。今ではそのフレーバーも200を超えています。サワークリームオニオン味や、中にはわさびジンジャー味なんていうものも。刺激が強そう。4、アイスクリームのコーン。アイスクリームそのものは昔からありました。中国ではそれに似たものを紀元前200年頃から食べていたと言われています。でもアイスにコーンがつくのはずっと後。1904年、セントルイスで行われた万博で嬉しいアクシデントの結果登場したんです。お客が殺到したアイスクリーム屋台が器切れを起こしてしまった時、隣のアーネスト・ハムウィのペルシャワッフルの屋台の客足は途絶えていました。そこで彼はご近所を助けるために、自分のワッフルを丸めてコーンにし、それを器の代わりとして提供したんです。お客はこの奇跡の合体に大満足。こうしてアイスクリームコーンが誕生したというわけなんです。5、コカ・コーラ。発明者のジョン・ペンバートンはビジネスマンではなく、頭痛薬を考案しようとしていた1階の薬剤師でした。彼はたった2つの原料からなるシンプルな調合法を発見します。その原料がコカの葉とコーラナッツ。これらを組み合わせてシロップを作り上げたんです。このシロップは1886年に発売されました。シロップは水で希釈して使用するためのものでしたが、ある販売業者が誤って炭酸水で希釈してしまったんです。こうして今でも大人気なデリシャス&リフレッシングな飲み物が誕生したというわけ。6、ポストイット。スペンサー・シルバー博士は1968年、3M という会社で科学者をしていました。
彼が開発しようとしていたのは超強力な接着剤。でもその結果作られてしまったのは真逆のものでした。低粘着性でありながらしっかりくっつくこの糊は紙を支える程度の強さしか持たない代わりに、何度使ってもその粘着性が損なわれないという特徴を持っていました。この発明の使い道がようやく見つかったのは1974年のこと。彼の同僚が教会で聖歌を歌う楽譜に注意書きを加えたいと考えた時に、シルバー博士の発明が魔法のように効いたんです。これが後のポストイット。今では世界中の家や学校、オフィスの必須アイテムになっていますね。7、安全ガラス。フランスの科学者エドワール・ベネディクトスはある日うっかり机からビーカーを落としてしまいます。でもこのビーカー、不思議なことに粉々に割れることなく一面ひびだらけになっただけ。一体どうしてこうなったのかと首をかしげる彼は、前の実験の残りである薄い液体プラスチックの膜がビーカーに残っていたことを思い出します。それが破片の飛び散らない安全ガラスの発明につながったんですね。8、顆粒ゴム。タイヤに使いますね。スポックタイヤなんつって。若き科学者チャールズ・グッドイヤーは19世紀の時代ではまだ丈夫な素材ではなかったゴムを強化する方法を考案しようとしていました。彼はレジンに塩、胡椒、砂糖、砂、ひまし油、またスープまでを加えて最高の組み合わせを探し求めていました。料理か何かかな。ある日彼はゴムに酸化マグネシウム、ライム、硝酸を加えることを思いつきます。でもまたしても失敗。しかしそこにさらに硫黄を混ぜたものを誤って加熱してしまった時、彼の実験はついに成功します。今ではこの顆粒ゴムはバスケットボールからタイヤまであらゆるものの素材となっています。9、プラスチック。プラスチック発明以前の世界ではシュラックというものが使用されていました。20世紀の初めにも木材のニスやレコードの素材、入れ歯の素材など様々な目的で使用されていたんです。この素材の弱点はその価格。その生成のためには東南アジアからとてつもなく高価な虫を輸入する必要がありました。そこで科学者のレオ・ヘンドリック・ベークランドは安価な代替品の開発を始めます。彼はその実験の最中、さらに便利なものを突然発明したんです。この新しい物質は高温にも耐える可塑性を持つ物質、それが今日のプラスチックです。10、抗うつ薬。世界初の抗うつ薬は1957年に結核の薬を開発する過程で発見されました。開発者たちはこの薬が結核に対して何の役にも立たない一方で、投与された患者の気分を高揚させる効果があることに気づきます。今日ではこれがうつ症状の治療薬として使用されているというわけなんですね。11、ペースメーカー。アメリカの技術者ウィルソン・グレートバッチは人の心音の記録を取る装置を開発しようとしていました。彼はそこで器具に誤った電子部品を挿入してしまったんです。この部品が心臓のリズムを正常化させる効果を発揮します。ペースメーカー手術の最初の成功例は1960年。それ以来無数の命を救っているんです。12、抗生物質。スコットランドの科学者アレクサンダー・フレミングの研究所はいつもぐちゃぐちゃ。ビーカーや紙は床に散らばり、机の上はいろいろな細菌の入ったシャーレだらけ。ある日彼はブドウ球菌のシャーレにカビが生えてしまっていることに気づきます。よく観察するとカビの周りには抗菌バリアが張られ、それがバクテリアを殺していました。興味を惹かれたフレミングはこのカビの成分をさらに分析します。その後彼は1945年ペニシリンの発見の功績によってノーベル賞を受賞することになるんです。13、 X 線。ヴィルヘイム・レントゲンが1895年、うっかり自分の手を電子ビーム管の前に置いてしまった時、写真板に自分の手が映るのを目撃します。そこでは個体や人体を透過した放射線が影を作っていました。その物体の密度が高ければ高いほど影も濃くなっていたんです。こうして今のレントゲンが発見されたんです。
14接着剤。1942年コダックの研究員ハリー・クーバーは銃の標準器に使用する透明なプラスチックの研究の最中、何でもくっつけてしまう物質を思いがけず作り出してしまいます。その後別の研究に着手した際にも、その物質の粘着性には目を見張ったといいます。これを独特かつ有能な発見とみなしたコダック社は、1958年、私たちの生活を便利に、そして厄介にする接着剤の特許を取得することになるんです。15電子レンジ。このものの数分で食事を温めてくれる機械を発明したのは、アメリカの発明家パーシー・スペンサー。彼の時代においてマイクロ波はレーダーの電波として使用されていました。ある日、冷静音で海軍のレーダー技師として働いていたスペンサーは、マイクロ波を放出するマグネトロンの付近に立っていました。彼はそこでポケットに入れていた板チョコがドロドロに溶けてしまっていることに気づきます。これをきっかけとして、彼は1945年に電子レンジを発明するんです。どの発明話が一番クールでしたか？コメント欄で教えてくださいね。この動画が役に立ったという人は高評価ボタンを押して、お友達へのシェアもしてください。新しい動画をたくさんご用意してお待ちしています。ブライトサイドにチャンネル登録をお願いします。